さて、今日もマリオラビッツギャラクシーバトル、ビーチを救っていきたいと思います。爆発しないよね？ここでいいよね？う、爆発する！あっぶ！動くと、殺す。これで十分。動くな！やーさーさーさー。やーさーさーさー。え、スター？サインどっちだろう？サインがいいな、できれば。いや、チコちゃんな気がする！最低お前。さて、今日もマリオラビッツギャラクシーバトル、ビーチを救っていきたいと思います。行くか。何？あ、これはまずい。使ってないんだが、テンタクルの掃除はまだかの、それをせかすって言うんじゃ、人間世界では。ほんで、君たちは何しとるん？危ないからお家入っときよ。何しよるの？助けてくれよ。あ、走れるんだ。え？これ走ってる？これ走ってるんだ。そんな歩幅変わらんくない？どっこい。で、君は？なんだい。村にとんでもない化け物が居座ってるんだ。ふふふ。君たちの幸運は、僕がここに来たことですかね。あ、結構マップ広いな。お前ら何しとんじゃ！こっちが助けに来たのに。お前寝てダークメスを、どうにかしてと。ほう、舐め腐っとる人類もおるね。はしごを塞ぐダークメス。どうしたらいいの？やっぱこの二人よ！世界を救うといえば。スライディングでひっくり返ったボム兵は拾って投げる。へぇ。便利だね。であれば、スライディングシュート！超エキサイティング。ってどこに？ちょっと待って！爆発しちゃう！こいつか？ここで、爆発しないよね？ここでいいよね？う、爆発する！アップ！よーしよ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 し。さ、ルイージの武器は弓かな？おぉ、かっこいい！アーチェリーロングシューター。いいじゃん、いいじゃん。ロングシューターいいね。ここで、ロングショット。決めるぜ、一発。食らいやがれ！ナイスー。うぃー。マリオはね、攻めないとここ、勝てないです。ここで撃たないと多分、弾当たんないから。ここかな？レッツゴー！射程内で動いた敵に対して 100%。うん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 。ということであれば、違う違う違う。まずここじゃなくて、ここで狙い撃ちパンパンして。で、これ一発さ、一人ノックアウトさせた方がいいって。パンパーン！ナイスー！で、カウンターストライク。待ちましょう。ふ。動いてる。殺す。キラーだな。さあ、そして、ルイージは遠距離からの狙撃でいいわけ。ルイージの、あれは必殺技はアイアンビジョン。射程内で、おお一緒の武器じゃん。だとすれば、この、二人でカウンターすれば、勝ちなんじゃない？で、こいつやって、カウンターするわ。ロングショット。決まったな。で、アイアンビジョンで、二人でもカウンター、迎撃体制。動くと、殺す。これで十分。動くな！やーじゃーじゃーやーじゃーじゃーじゃー。これをしたかったっけ。いけんじゃないこれで。あー外したクソ外し。あ、これで十分なんだ。50% ぐらい超えてくれよ。いや、結構楽しい。じゃあ次は、使ったことのない、ピーチと、本気ピーチと、ちっちゃいラビッツルイージでやってみましょう。まあ、なかなかね、ピーチとルイージのコラボってあんま見ないけど。え？なんか始まった。あ、普通に始まるんだ。え、どうなの？全然なんか経験値とかがないんだったら戦う意味が。まあ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 、まあ、ピーチの性能を試す意味でやっていきましょう。ハロー。ラビトルキャノンかっこいい。あれ強くない？なんか。広い攻撃エリアに大ダメージ。ターゲットが遠いほどダメージが減る。え、これ二人入るんじゃない？ダメージ。パンパン！見えないところで消し飛んでる人が、人ってこんな簡単に消えるんですね。で、ピーチのはバリアを作り、敵味方を全て守る。え、いいじゃん。ぐるぐるバーン。消えんじゃんじゃん。ディスクを投げて最大3体のため、ええー、面白い。ハーフブロックを無視してヒットする。いいね。いけ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 
パン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  !3 発は ?3 発がないんだけど。あ、ランダムなのかな、最大3発って言ったから。はぁ、なるほど。違うなぁ。ここ。もうちょいもうちょいもうちょい足りないんだって。あ、こうはこうはこうはあああああ強いな、これ。メガマジャーよーし。完璧です。お願い助けて、どうした、怖くて出てこれんか、殺される3秒前。ボムがそこにちらついてるの怖すぎだろ。助けてあげないと、僕が。おわ。お、やってくれるかい、君が。来た、こっち来た。いや、それ、集団でいじめるっていう。全員でスライディング？え、スライディングしたら爆発するでしょ？爆発物に対してその処理はどうなのっていう。ええー、のてめえ、人の家の前でさ、こんな戦っていいの？もっとなんか引き連れてやるとか、どうなんでしょう。で、カウンターモードで準備 OK と。これで全員倒せるやろ。来い！動いたら殺すぜ。楽しい。頭良くないですか？どうですかね、この知的生命体は。ふっふっふ。お、出てきた。いいものを見せてあげるよ。何？灯台のドアに太陽のマークがついてるだろ？あれに強い光を当てるとドアが開く。へぇ。強い光か。ほんほん。え、スター？社員どっちだろう？社員がいいな、できれば。いや、チコちゃんな気がする。最低お前、お、物みたいに扱うなよ。えぐすぎだろ。もう発想がそれ。発想がもう人間じゃねえ。す、え、吸い込まれちゃった。一体化したってこと？船かな？ん？なんか可愛くない人魚姫も出てきたし。おー。チコちゃん出ておいで。よーし、よくやった。どこ行くねー。お前、え、そんなことしてていいの？ね、チコちゃんだって生きてるんだよ。え、怖っ。普通に怖いわ、発想が。